どうも下タ花尾です。はい、えー、本日のテーマはヤフーニュースに取り上げてもらいました。ということで、はいあのー、記事のね内容をお伝えしようかなと、はいあのー、ちょっと細かめにね、えー、お伝えしようかなという風に思っております。はい、ま、ねヤフーニュースさんそしてデイリースポーツさん本当にありがとうございます。 なんかねなんか大ブレイク中とかなんか書かれてちょっと気恥ずかしいんですけど <laughs> まああのまあそういうふうにね書いていただくのは本当ありがたいことだなというふうに、えー、思っております。でその中でね一応そのかそばし員になった経緯とか、えー、なんかいろいろ書いてあったので、まあ、それをちょっとね深掘りで、えー、話していきたいなと思うんですけれどもまずその記事に書かれておるね、あのー、ところで。 怖いパンクバンドの先輩がいて、で、その先輩が、まあ、仮装場職員だった。で、それで仮装場職員に自分もなったよということで記事で、えー、お話をさせていただいているんですが、これはですね、あのー、実際ね、その、怖い先輩がいたんですよ。あのー、パンクバンドの、すごい怖い人。<laughs> はい。なんか格闘技もやってらっしゃる方なんですけど、で、その方がいらっしゃってですね、で、噂があったんですよ。なんか、あの人、人焼いたことあるらしいよっていう。<laughs> えっていうね。いや、そんなわけねえよみたいな、その、なんかあったんですよ、噂がね。で、当時も僕も血気盛んな、なんかまだ20代の若造ですよ。そんなわけないでしょ。いや、さすがにと。じゃあ俺聞いてやるよみたいな感じで、で、それでですね、その先輩に、あの、すいませんと。あの、なんか人やいたことあるって聞いたんですけどそれ本当なんですかって聞いたら、あの、 おうおう毎日やってるよって言われて、ええーってなって、あの、下駄くん青ざめるっていうね。はい。ということがあったんですよね。で、それをまあよ、よく、よく聞いてみると、火葬場職員だったんですよ、その人が。ええーとね、いや、そんなすごいなんか怖い感じなのに、えー、仮想火葬場職員なんですかって。だから、すごいね、あの、優しい人なんですよ、だから。はい、優しい人なんです。なんですけども、そのね、あの、思ってたイメージと全然違うくて。で、まあ、そこで、えー、っと、あ 仮場職員っていう仕事がそういえばあるなとあそういえばこの前僕も、えー、自分のおじいちゃんを仮装してもらった時になんかすごいなんか良かったなとかいう,こう記憶がねぶわっと、あのー、巡ってですねでそれであじゃあちょっと自分も仮装場職員になってみようと思って、まあ、始めたのがきっかけということになってるんですよね。 はいでその後、ですねそのまあ怪談を始めたきっかけはというようなこと書いてあるんですけれども、この火葬場祈願だけを見ている方はです、ね、あんまりご存じないかもしれませんが、実はですねあの僕、怪談というのをやってるんですね、怪談、まあ、いわゆるの稲川淳さんみたいなね、はい怖い話をすると。で、まあ、それ自体はですね実は僕、あの昔からねあのそのそ怪談、怖い話をする人みたいな感じでやってたわけじゃないんですよ。あの本当に数年前 何年前ですかね ?4、5年前とか6年前とかそれぐらいなんですかねに、要は、あの、ちょっと怖い話みたいなのを、あの、ちょっと番組でしてくれませんかというふうにまあ言われたんですよね。で、それを頼んできたのが、えっ、ー、と、松原谷志さんですね。松竹芸能の。はい。えー、今ね、あの、怖い間取りとかね、えー、本大ヒットですよね。何十万部って言われてますよね。で、それも映画化になりましたね。 はい映画で、えー、それも映画もかなりヒットしたというふうに聞いておりますまあやっぱりいろいろ呼ばれるようになってということでそのまあ、怖い話をする人ということで、まあ、やってたんですよね。はいで、えー、だから実はねこの火葬場祈団の動画をねするとするっていうふうに決まった時にですね結構一つの界隈からは「ああ」ととうとうゲタさんが。 階段の YouTube 始めるぞって思った方結構いらっしゃるそうなんですよ。はい。なんですけど、実際は違いますよね。別になんかあの、その怖い話みたいなのを特にあの、してないと思うんですけども。で、結局、だから、これある意味僕の本業というかね、もう今はもう元ですけれどもね、はい。あの、まあ、実際に思ったその体験だったりとかね、まあ、実際はこうなんだよっていうことを、ま、広めたいという気持ちが前々からあったので、なので、仮想場記談ではまあこういった感じでお話をさせていただいていると、はい、いうことでございます。 はいまあなんでしょうねなんかそんな風にニュースでねなんか言われていやす,すいませんっていう感じですけれどもね、まあ、これからもあのー、もっとねな,なんでしょうそのニュースだったりとか何とかで書かれている以上にねはいあのー、頑張っていきたいなというふうに思っておりますので皆様もぜひあの応援よろし、まあ応援というかあのー、本当にね面白かったら見てください。<laughs> はいということではいあのどうもありがとうございました。ではまた 仮想場機団では皆様からの質問をコメント欄より募集しておりますどしどしコメントの方をお待ちしております